フットアート TV をご覧の皆様ありがとうございます。今日は、石川直弘くんが葉山に遊びに来てくれましたので、ちょっといろんなカレンダーができたので、その思いをちょっと喋りたいと思います。フットアート TV。 直さんできました。はい、もうそんな季節ですねですね。ちょっと6冊目です。今年じゃなくて6冊目、はい。でちょっとまずこれが表紙が、これ韓国ね、うん、韓国っぽくないですね。でもね、なんかね、ちょっとなんかブラジルっぽい感じがして、なんか南米っぽい、うん、その辺ちょっとハートでちょっと女の子とかにも見てほしいし、いい感じのところで撮れたので、うん、今回表紙に。で1ページ目にちょっとこれ読んで、ぜひぜひ。まだねちょっと見てないんで僕これはもう言いたいことはもういっぱいあるんだけど、そこをうまくもう細かくして削いで、でジョナサンのファミレスに夜中の2時ぐらいまでいて考えたし、もう B 面をある意味 C 面でしょね、言ってますからね。この言葉はめちゃくちゃ考えてます。これはみんな思いが届いて、手にね、はい、届いた時に読んでほしいなっていうのは、ここの文章への思いもいっぱいあるから、うん、みんな気になってますよ多分見てる人たちは。いやーもうこう行きたいですもんね、次何書いてあるかなっていうねありがとうございます。1ページずつ、そのここ1月ずつね、これ飛行機雲やっぱね、あ本当だってみんな気になってからかっこいいな。で1月、はい、ちょっといいですか1月、はい、1月じゃあこれいいんですか、見せちゃって。いいです。1月こんな感じです。1月これは葉山の海ですね、うん、はい、このねまたね文章が、あでもちょっとシンプルですね今回その最初そうですね、はい、まあ、ワールドカップイヤーだった2018年ですね。もうそういうスタートがもう、そうワールドカップイヤー、ワールドカップは最高でしたね。もう作った時がそうですもんね、行ってましたし僕もロシアに行ってましたね。ロシアに行って、どうでしたか、ドラマチックでしたよいやいやいや、もうね自分選手の時にワールドカップ、ね、いや本当そうですね、出ることできなかったんで、すごいです。もう今回自分がすごいよ、いやいやもう解説という形で行かせていただいて、もう感無量でしたよ、泣きそうになりましたもん、解説で喋んなきゃいけないのに、うん、ああ深いね。いやーワールドカップはドラマチックという一言はい、こんな思いをですね綴ってますよ、うん、本当に。じゃあ今度もじゃあこれね、えここに1月24日そう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 、スアレススアレス入ってますよ、もちろん。スアレスと AFC 開幕、そうアジアカップね来年。ああさすが入ってますね。入ってますよちゃんと。でねちゃんとね銃のところはこのボールなんですよこの、ね、サッカーボールにしてます。どんだけ愛が詰まってるんですか素敵だなね。だから自分のその知り合いも写真で多く出てたりとかね、純くんのもちろんね、うん、いろんなつながりで仲間たちが本当に協力してくださってできた一冊になってます。いやこれね僕もあの純くんがその最初に出した時からですね、あのカレンダーの中ではカレンダー、うん、あの毎年部屋に飾らせていただいてるんですけど、もうなんかもう馴染んでますからね部屋に。なければ困るっていうか、 なかったらもうちょっと問題になっちゃうぐらい。で、あの僕もインスタだったりやってますけど、だいたいその月が変わって新しい月になると、うん、それをこうやって写真を撮って、であんまり加工しすぎちゃうと色が変わっちゃうから、そうあのすごいな、そのノンフィルターのままとかね、ですね、そうなんですよ。これ学ぶか。そうなんです。もうシルエットでも分かるもんな。分かりました。サイト学ぶ。2対0の怖さね。いや本当に。何度やられたことか僕も。そして5月。5月僕なんですよ。僕あの純くんに一つお願いしたいのは、どうにかこのスアレスとかネイマールとかの誕生日のところ、僕は5月12が誕生日なんですけど、ここにどこだ？ここだ。今回日曜か。ここにね自分の名前が
入ってほしいなっていつもね思いながらね。大変期待してください。大変期待してください。世界的選手にならなきゃやっぱダメかなっていうね。来年期待してください。いやこっそりなんか入ってたりとか、ちょっと期待しちゃったりとかね。まあでも本当いい写真。これもうタイミングでしたよね。いや本当にめちゃめちゃ風の強い日だった。めちゃくちゃ風強かったですよ。これあれね、回想そこいいでしょ。そうこれもね、ドラマがあるから。ドラマあるからいいか。一枚一枚の写真に本当にね思いがあるから。うん。いやこのねボールだけでも存在感抜群ですよ。これめちゃくちゃ葉山の超綺麗な夕日で最高な日だったんですよ。これ、うん、これめっちゃ疲れていてもゴールを決めると体力が回復するっていうねこれ結構あの中島隆にもこれ最高だって言われてだってもう本当に、ね、試合中苦しいじゃないですか、ね、苦しんで苦しんでゴールを取った後なんであんな走れるのっていうねあの世界観ジャンプとかめちゃくちゃ高いんですね。そうそうそう、その世界がくるくる回っちゃうからね。そうそうそう、それ僕だそうなんですよ、じゃあ、あれだったの今年その天皇陛下のことでいろいろあったでしょ、はい、ね、あれで結構その祝日がどうなるんだみたいのでも、あ、なるほど、結構作るのも大変だったんですよ。これはあれですよ、ドリブルデザイン。あ、これもあれだよ、ノブさん、あの日だよ。あ、俺一緒にいた時だ。そうそうそう、あの日ね。そうだ、あの日も最高でしたね。 DD やばいっすね、今ね。ね、すごいわ、突き抜けましたね。純粋純粋最高ですね、うん、これも結構みんなからね結構ね好評いただいてるし ね、 ね、これまたいいところがこうちょっと英語でも書いてあるし、そう外国人の方もそれを見てハハって笑って伝わったっていうねそれちょっと見たいですね、うん、生で。いや素敵だな。そう今年ねデフフットサルのワールドカップの開幕もあるから、うんうん、結構僕もいろんな関わりが今サッカー、うん、フットサル、まあもちろんね知り合いもいる中で、ブラインドサッカーだったりとか、うんうん、あのいろんな形でこう関わることがあって、サッカーの魅力がどのその世界にもあって、いや本当そうですね、うん、いろんな形での愛し方もあるし、うん、関わり方もあるし、うん、いっぱいだよね。そう、これもなんか今年の冬大雪降った時に朝一人で5時ぐらいに鎌倉行って一人で撮ってたっていうね。鎌倉の雪なんだ。そう鎌倉の雪なの。ここにいろんな方のサポートがあっての、そうですね、サポートがあってのカレンダーです。これユアンちゃんでしょ。そうです、ね、これダイヤモンドヘッドって言ってあの富士山にさ夕日が落ちる。ああ本当だ、ちょうどちょうどその日狙って。あれこれって1年のうち1回2回ぐらいですか。そんなことは年4回ぐらい、4回ある。なんか春と夏とかで2回2回ぐらいかな。大体でも僕東京に住んでるんですけど、冬とかって空気澄んでめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、うんうん、で葉山とかで見る夕日の綺麗なことも知ってるん で、うん、で東京で綺麗な夕日がこうねなってる時は、うん、あこれ葉山で見たらもっと綺麗なんだろうなと思いながらいつも東京でその夕日を眺めてる、ね、なるほどですね。だからこっちに来てそういう夕日だったりとか日によってやっぱ違いがあるじゃないですか。今日はちょっと曇ってたんですよ、うん、僕海今日行ってたんですけど海の上からあの夕日っていうか、うん、でもちょうど雲が台風も来てたんで、うん、来てるんであのちょっとかかっちゃったんですよ ね、 なるほどね。急に気温下がって寒くなって上がっちゃいましたけど、まあもう本当にいろんな思いが詰まったカレンダーが仕上がりましたので、多くの方に届くようにこうやってあのみんなに助けてもらいながらできましたので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、カレンダーはホームページの方でも買えるようになってますので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。